たきたきたプレイヤーズコンベンション愛知2023アジアエターナルウィークエンドよりアジアレガシーチャンピオンシップの第9回戦の模様をこれよりお届けしていきます。お相手は岩翔が務めさせていただきます。どうぞよろしく。さあ、愛知県常滑市愛知スカイエキスポにて開催されているこのアジアでのレガシーの最強プレイヤーを決めるトーナメント、ま、予選ラウンドも、ま、いよいよ大詰めといいますか、第8回戦戦い終えて9回戦目7勝1敗同士米山大輔さんと板倉俊之さんのフィーチャーマッチ、両者のデッキは対照的といえば対照的ですね。先手側米山さん、一旦目ドライヤドの東屋ですかね。こちらのデッキアブザンデプス、暗黒の深部を演劇の舞台でコピーして、2020破壊不能飛行のマリットレージを、まあ、速やかに戦場に送り出すコンボでフィニッシュするデッキ。対して、板倉さん、こちらは睡蓮の花びらからの虚空の杯、こちらはアーティファクトを主体とした青単色のデッキでございます。青単ですけども、まあ、一種の無限コンボが仕込まれていて、どのようなフィニッシュを見せるか非常に楽しみでございます。さあ板倉さんが、まあ、ターボチャリス1ターン目に X1 で虚空の杯を置いたことにより、これ以降両者が1マナの呪文をプレイするとそれは打ち消されるということになります。米山さんのデッキでいう1マナ剣といいますと、そうですね、やはりデプスコンボ暗黒の深部と、演劇の舞台を揃えるための臨作1マナのインスタント土地を生贄に捧げて土地をサーチする、まあ、そういったものが打ち消されますし、まあ、今戦場に出てきたこのエルフの外婚者、これも1マナで土地を複数回サーチできる重要な戦力ですけども、ここは打ち消されないようにそのままプレイするのではなく、緑の太陽の頂点 X1、 これだと2マナの呪文を唱えながら1マナのクリーチャーを戦場に出せるので、チャリスをすり抜けて、デッキのキーパーツの一つ戦場に出てきました。さあ板倉さんもここまで来れば米山さんのデッキもデプスだなと確定で判明しているようなもので、さあ一体どう動くか。ここはおっと、呪文爆弾をプレイしましたが自身のチャリスで打ち消される。ちょっと今のリアクションから見るとしまったという感じが、意図的に打ち消されたわけではなさそうですけども、まああるいは、墓地のカードの何か参照する能力などがあるのかもしれない。さあここは五十花の沼を置いて板倉さんの墓地を追放、かつ2マナ立ててターン終了。これはエルフの開墾者で土地を生贄に捧げながら他の土地をサーチしてくる動きを構えていると、早くもコンボは揃いそうな予感ですが、さあ板倉さんここでウルザの物語の参照能力誘発、これを解決していいかという提案に対して米山さんがこのウルザの物語から1マナあるいは0マナのアーティファクト、何が出てくるとコンボが止まるのかというような、さあしかしここは解決 OK、 見てからで大丈夫だろうというところでしょうか。
まあ、開墾者だけがコンボを揃える要素ではないですし、コンボが揃わなくとも勝つためのカードはデッキにも用意されているというところで、さあこちらの神髄の針ですが、お、米山さんが付箋を、これは非常に丁寧で素晴らしいですね。対戦相手の針に対して、まあ板倉さんもメモを載せましたので、これは不要でしたが、いや、非常に素晴らしいですね。対戦相手のカードに対しても自分の持ってるサプライを提供するという姿勢、スポーツマンシップがあると思います。さあここは板倉さんがカーンをキャスト。大いなる創造者カーン。アーティファクトをキーとしたデッキでは非常にもう入ってないできないんじゃないかというぐらいの何でもできるスーパープレインズウォーカー。レガシーだと裏切り者の都などのこういった2マナ土地、無色マナのみを提供する2マナ土地なんかがあるので、非常に早いターンでできて強く運用できると。さあしかしここでカーンから続けてのアクションは取れないので、アーティファクトをサイドボードから手札に加えることはせず、ここは一旦プラス1から入りました。さあそして米山さんはオークの弓使いでそのカーンにダメージを与えることを選択。板倉さんの手札の枚数を確認した後に、さあ中精度は5、パワー1のクリーチャー3体並んでいますので、まあ攻撃も問題なく通るかなと。エルフの開墾者はハリーの指定を受けているでしょうから、能力の起動ができずというところですけども、さあここは3体で攻撃カーンの中精度が2まで減少。そして弓使いでさらにカーンに1点ダメージを与えて、これでターンエンドと。オーク動員でオークのパワーも上がるので合計で5点ダメージを与えてカーンを戦場からシャットアウト。板倉さんとしてはかなりこう寂しい状況になってしまいましたね。このカーンからまあ、さまざまなアーティファクトを持ってくることで、まあ、特に今のような状況下だと、まあ、自衛するためのカードを持ってくるのが鉄板だったのかなというところですけれども、まあ、やっぱり罠の端とかで攻撃は止めたい。ですが、ここで板倉さん、ディスプレイサービーストですね。ディスプレイサーキットゥン、子猫が出てきました。非クリーチャー呪文を唱えると、パーマネント1つを対象として、まあ、それをいわゆるブリンク、追放して戦場に戻すというアクションが行えると。板倉さんのデッキはこのディスプレイサーの子猫を4枚搭載して、0マナアーティファクトなどをうまく使いながら
マナーを増やしてビッグアクションを狙うというデッキになっています。さあここは動員で、人気になっているオーク軍団で攻撃して、続けてクリーチャー展開、こちらはラムナプの収穫者、こちらで墓地から土地を回収しながらアドバンテージを確実に取っていくと。この採掘者ですね。このフェッチランドを拾っては軌道、拾っては軌道としていくだけで毎ターン確実に土地が伸ばせて、かつライブラリの中の土地の成分も薄まっていってドローの質が高くなる可能性があると。他にも生贄に捧げてワンドローする土地を毎ターンぐるぐる回したり、あるいは不毛の大地に弱い暗黒の深部コンボをこれで無理やり揃えるというような趣もあり、なかなかテクニカルなカードですね。さあそしてそのラムナップから伸ばしたマナーうまく使いながら聖遺の騎士、墓地の土地の枚数分パワータフネスプラス修正、そして、森下兵長を生贄に捧げてライブラリーから好きな土地を持ってこれると、先のエルフの開墾者と同様に土地を生贄して土地をサーチしコンボを揃えるのを円滑にしつつラムナプでアドバンテージも回収できるという非常に噛み合ったカード構成です。さあ対して板倉さんはウルザの物語から構築物トークンを増やしていく動き、これをやっているだけでもかなりのアーティファクト、自身のアーティファクトの数に等しいパワータフネスを持っているので、現状で44、さらに物語の能力で07のアーティファクトを回し戦場に出すことでこれで55と持ってきたのはオパールのモックス、これがディスプレイサーで回り出すと無限マナーのようなことにもなりますが、さあここはおお、アーティファクト土地を出すことで66までサイズアップ、いきなり先ほどまで押されてた状況がひっくり返って、ただここは米山さんイス教の迷路で攻撃してきた構築物アンタップさせて戦闘ダメージ0に軽減、やり過ごすことに成功します。ちょっとこれはお互いクリーチャーとそれぞれの防衛システムとか起動し機能しだすとちょっと睨み合いのゲームになりそうな予感がしますね。そうなってくるときにこのラムナプによるアドバンテージ、ラムナプや聖の騎士によるアドバンテージコンボ成立が生きてくるのか、あるいはこのディスプレイサーがコンボを決めるのかというところですが、さあさらに能力起動から構築物、ちょっと手がつけられない数になってきましたね。現状77と。そして物語が3章誘発する前にまずは構築物トークンを生成しておいて88と、そして3章で生贄に
なろうかというところで米山さんがフェッチランドを起動。ライブラリをかなり圧縮できているかと思います。さあ、そしてウルザの物語からの、ここで持ってきたのは、はい、クリーチャーがアーティファクトアンタップおよびクリーチャーがブロックされなくなる能力を備えた鍵ですね。これはなかなか決め手になりそうな一枚ですけども、まあ、イス教の迷路があるので、多用途の鍵でブロック不可のクリーチャーを作られても、まあ、なんとかダメージを抑えられるかなというところですけども、いかんせんこの構築物の数がすごいですね。現状アーティファクト9枚で99。そしてここはディスプレイサーの子猫で、モックスをプレイしたことで針を対象として追放、出し直して、戦場に出るときに指定するカード名が変わる。ここで対象となっても戦場に出てきたときにカード名を指定することに対して何かアクションを取ることはできませんので、板倉さん、ここでカード名の指定は、今ジャッジにちょっとルールの確認を米山さんが行っていて、これで針を対象にした時に追放されて戦場に出てくるということがワンセットなので、追放された時点でもう割り込むことはできないというようなことをルール上説明しているのだと思いますが、対象となって解決 OK といった時点でもあなたは何か対応してすることはできませんと。そしてオパールのモックスが2枚になったので、伝説性を持っているので、これは、はい、まあまあ問題なく墓地に送られて、スタッフの話によると、この針でイス教の迷路を指定したというふうに、伺っております。さあ、ここは救急のトークン3体で攻撃。イス教の迷路はもう起動できないので、米山さんはそれを端にどけて、このターンの攻撃を生き延びるブロック、クリーチャーの指定を考えようというところ。ただですね、この針がエルフの開墾者を外れて聖の騎士もフリーな状態なので、結構ここは、はい、9点は通って、2体の攻撃はオークたちで、使い捨てのチャンプブロック。そしてここで開墾者の能力を起動を、暗黒の神武、9枠ホイールがかっこいい。そしてさらにマナを出して、平地であるサバンナを生贄に捧げ、演劇の舞台。これでまあコンボ成立で、おお、板倉さんが、まあ、了解と言わんばかりに投了を宣言。
これはちょっと板倉さん、針の指定がエルフの開墾者を外れてしまったことで、米山さんが本部を拾った形になりますね。あそこでイス教の迷路を指定してダメージを通していきたいところでしたが、実はコンボを成立させるには十分なパーマネントが戦場に並んでいたということで、はい、こちらが、米山大輔さんのアムザンデプス。お、入ってますね。レゴラスクイックリフレックス。指輪物語の、ホリデーなんとかで 追加された、カードですけども、クリーチャー1体をアンタップして到達をつけて、到達と呪言をつけて、さらにそのクリーチャーがタップ状態になると、対象のクリーチャーに自身のパワー分のダメージを与えるという能力をつける、刹那付きのインスタント、1マナ。1マナでつけるものが多すぎて、ちょっと、で、わけわからないことになってしまいますけれども、これで聖域の騎士とかエルフの開墾者をアンタップさせて、まあ、除去から守りながらアンタップさせて能力を使い回して、暗黒の深部コンボを揃えるとともに、対戦の相手の盤面に何かコンボを止める要素があれば、そのクリーチャーを除去するというような。本当に1マナでなんかやりたかったことがいろいろできてしまうという、かなり強力なインスタントがこのデプスコンボ、緑系のデプスには加わりました。さあ、対して板倉さんのこちらディスプレイサーを使った青タンのコンボ要素を備えたアーティファクトデッキ。ウルザの物語からさまざまなね、いわゆるシルバーバレット、いろんな状況や対戦相手に合わせて持ってくるカードの選択肢が多くて、かつ、カーンからも同様にサイドボードからアーティファクトを引っ張ってこれるというわけで、なかなかこう引き出しが多いゆえにプレイングが難しいと言いますか、こう適切な形のそのサーチ先を用意するのが各々の腕が問われる、センス腕が問われるというようなデッキですけども、まあ、ディスプレイサーの子猫でいろんなものをこうぐるぐる使い回してアドバンテージを得てっていうのはかなり楽しいゲーム体験をもたらしてくれるので、サイドボードを、まあ、無限ないしはそれに近しいコンボが見れたりするとなかなか熱いんじゃないかなとも思いますけども、まあ、まずは米山さんが、暗黒の深部と演劇の舞台2枚揃えてコンボ成立、20-20のマリットレージが出てくるというところで、板倉さんが投了して1本先取しております。さあ、サイドボードですが、まあ言うまでもなくお互いのコンボをそれぞれ対策していく形になりますけども、ただまあ先ほどもね、触れた通り板倉さんのデッキはカーン、大いなる創造者カーンからサイドボードをシルバーバレットしていくスタイルなので、あんまりこうサイドの入れ替え大きく行うとカーンからサイドから持ってくるカードが減ってしまったりとかいうこともあったりするので、それほど大きな変更はないのかなと。獅子切断でエルフの開墾者聖域の騎士を除去するプランとかは取ってくるかもというところですね。さあ、板倉さん、1ターン目、また1ゲーム目に続いて、チャリス X イコール1、米山さんの1マナ券を縛っていく。これはかなり効果的ではないでしょうかね。まあ、対する米山さんのデプスデッキですが、サイドはコレクターズアウフ、コレクターアウフがいるので、対戦相手、アーティファクトびっしりデッキなので、すべてのアーティファクトの起動型能力が起動できなくなるという、2マナ22のアウフをサイドインすることはかなり可能性が高いんじゃないかなと。あとは、活性の力ですね。アーティファクト2枚を破壊できる。手札から緑のカードを追放すれば0マナで唱えられるインスタント。これは入れてくることかなと思います。
さあ、板倉さんのチャリスハメに対して、米山さんは、不毛の大地で、古の墳墓を破壊して土地を並べてというところ。ここで、板倉さんも、マナはストップしましたが、アーティファクト土地、オパールのモックスからの、このデッキの数少ないクリーチャーの一つであるエムリーですね。アーティファクト分だけ不特定マナコストが軽減されて1マナで唱えられ、かつ戦場に出た時切削4を行って、毎ターンタップすれば墓地からアーティファクトカードを唱えられる。さあ、米山さんは演劇の舞台セット。さあ、板倉さんがエムリーの能力を起動したところで、おお、ここはフェッチから緑マナを確保しながら忍耐をキャスト。これで板倉さんの墓地を全てライブラリーの中に戻そうという。これは板倉さんかなり計算狂ったのではないでしょうか。ライブラリーの底に送り込まれて、しかしここで2マナから厳かなモノリス、さらにウルザのガラクタ、手札をランダムに1枚見ることができると。演劇の舞台がオープンになりました。そして米山さんのアップキープ、板倉さんがドローしてという。この0マナのガラクタ、相手の手札ランダムに1枚見るという能力は、ゲームにさほど影響を与えるものではないですが、エムリーで拾って唱えて0マナでドローが毎ターンできるということは結構重要だったりしますね。0マナアーティファクトなんで、とにかくディスプレイさを誘発することもできるしと。こういったカード、ガラクタという名前ついてますけど、使いこなすことでガラクタどころか、もう宝石のような輝きを持った活躍を見せてくれることでしょう。さあ、米山さん、ここは X2 ですかね。緑の太陽の頂点をプレイ。これは OK。ここで出てきたのがちょっとプロモ版なので、一瞬。こちらコレクターアウフなんですね。溜め込み屋のアウフ。いや、シークレットレイヤーが出たことでね、本当に初見のカードがレガシーを置いてると非常に多いですけども。さあ、これでアーティファクトの起動型能力を全て防ごうとしましたが、そこには板倉さん、これはたまらぬと、獅子切断打ち込んで、なんとか最悪の事態は回避。本当に何もできなくなってしまいますからね。ただ獅子切断を唱えるために厳かなモノリスタップになっているので、3マナを潰したと考えれば、それだけでアウフはカード1枚の価値があったのではないでしょうか。さあ、板倉さん、ここで神髄の針をプレイしたい。対して米山さん、ここはフェッチをまずは起動を。てくるのは、ただ単にマナが出る土地だけじゃなくて、ドライアドのアズマヤとかね、選択肢いろいろありますけど、ここは白マナと黒マナ両方加えられるスクラブランドをチョイス。さあ、そして針どうぞと。
いうところですが、これは、虚空の杯で打ち消される形に。ちょっと板倉さん、これ結構なダメージですね。まあ、墓地に落とせば、まあ、でもエムリーも唱える能力なので、唱えたところで打ち消されはしますけども。さあ、ここは、エムリーからウルザのガラクタを再プレイで0マナでアドバンテージを取っていく構え。ここは起動せずにターンを返して、忍耐の攻撃が確実にライフを削っていってというところですね。さあ、さらにラムナプの採掘者は不毛の大地で評議会の座席も縛って、板倉さんは米山さんのターン終了時にガラクタを起動して、自身のアップキープにカードを引く構え。ですが土地がないのかな。ここはさらにエムリー起動からガラクタ拾って再キャスト。かなり苦しいですね、これは。ここは即座起動で次のアップキープにドロー。なかなかシュールですね、サイコロ転がして反応を見ていく様は。さあ、米山さん、もう盤面は押せ押せですね。土地が出るたびに不毛を使い回して割っていけばという。さあ、この5点ダメージを通して残ライフわずかに3。次のターン、板倉さん動けない限りはちょっと何もできないというところですけども。さあ、米山さん、サイドボード確認して、 X イコール3の緑の太陽の頂点、これには意志の力で打ち消し。残りライフは2点。さあ、何かこの状況を打開するトップデックがあるのか。引いてきたのは大いなる創造者カーン。いにしえの墳墓を出せますが、ちょっと何もできることはないので投了となって、今2人がちょっと熱い 握手を交わして、嫁さんは結構興奮達してますね。まあ、8勝1敗ですからね。なんか本人的にはかなりこう緊張もあったゲームだったのかと思います。8勝1敗だと最終戦のちょっとね、何人がどういうスコアかわからないので何とも言いませんが、当たり方次第では次のラウンド IDC トップ8いけるかもしれないというところで、さあ、このアーティファクト青タン対、アブザンテプスコンボの対決は、コンボを決めたのと、あとは対戦相手のマナベースを粉砕した、米山さんの勝利ということで、それでは次の第9ラウンドでまたお会いしましょう。